はい、ということで、今回はですね、こちらの、でかい段ボールが届いたんですけど、これですね、キッチンワゴンです。キッチンワゴンが届いたんで、早速ね、組み立てて、ここのデッドスペースがあるんで、そこにね、入れていこうと思います。ひとまず最初のステップですね、この足を取り付ける。本来こんな感じの置くみたいです。で、一番下がこっちなんですけど、このレーンあるじゃないですか。これが内側に向いてないと引き出しの金具が合わないんで、ちゃんとね、これは内向きにするように設置してください。こうやって置いて、こっちを逆に、こうやって、ほい、締め付け完了。で、この部分にキャスターをね、つけていこうと思います。多分こうはね、ほら入んないよね。入んないから引いて使うようにするんで、こうぴったりじゃん。こうちょっと見た目の見栄えは良くないですけど、こうやってやって、ここでこうやって使うっていう方がいいかな。キッチンどうせ向こうだしね、キッチンがどうせ向こうなんで、これでいいかな。
はい、ということでですね、真っ暗ですけど、今日はね、ダーツ投げて、しかもね、開幕戦以来、ダダさんと会ってね、ちょっとメドレーしてもらいました。めっちゃ強い、セッティングめちゃめちゃ合ってたっぽいですね。で、ちょっと買い物して、今日はね、これでお願いしようと思います。ということで、デイブウェブでした。じゃあ